なさい。撃てない。まあ、次ラスぐらいかな。はい。はい、オッケーです。俺とおじいじ。こんな時間か。あなたもですよ、おじいじさん。はい。なんか管理してもらってるな。そうだよ。いつもね、打ち合わせも遅れてくんだよね。あら、そんなことない。俺と渋原しか時間通りに来ないから。あらら。しかも寝てるか遊んでるかして遅れてくるからさ。いや、もうおじさん24時間ゲーム募集してない。え、わかる。最高の人生だな、お前、おじいじ。いい身分だな、マジで。働け。チクチク。言っとかないとね、こういうところで。こういうところでね逆にね、あえて、うん、よっこいしょ。もうおじさんでも逃げる手を取ってる、うん、よっこいしょとか言ってないか聞いてないふりしてる詰め切るんでミュートしますずりずるいな。こういう大人に、こういう大人になるためにはお金稼がないといけないから、みんなもお金を稼ぐ。お金稼いだらこういう大人になれるってことですか？なれる？と立場があれば一日中ゲーム募集しててもギリギリ許されちゃう。なるほどな。だってみんな、そう、良くない大人になりたいならお金稼がないといけない。これ将来の夢 CR おじじあります。なりたいランキング、職業ね。CR オーナーなるか。CR のオーナー、 CR のオーナーはさすがに無理だから。ライバル会社作る。後釜狙い。いや、ライバル会社、ライバル会社一から立ち上げんの。ちょっと待って、俺詰め切ってる間にとんでもない会話した。俺を殺すとかなんかいろいろ。おじじ殺さないと席が開かねえから。それモンドもなんか言ってた。あいつって2023年の夢何っつったら、おじじのポジションつってました。怖い。狙われてるぞ命。なんかリアルなこと言うと、ゲームしながら裏で打ち合わせしてる。そう、ディスコードとかズーム会議を、ね、ずっと。なんかちょっとごめん、外す席外すわとかめちゃめちゃ多い気がする。なるほどね。それ延々と。いやでもあのゲームしないで打ち合わせしてる人の方が偉いからね。感覚おかしくなっちゃった。その通りなんだよね。やりながらでもできるんですよね、要領がいいから。いいこと言うね。それ会議してる相手には今ゲームしてるって言ってますか？悪いな、ラブチだいぶ悪いな。会議してる相手にゲームしてることは秘密？めっちゃお腹痛いわ。あ、ごめん、ラムチどうした？牛タン食べたいな。ちなみに俺もあのボット打ちしながら打ち合わせしてることはある。みんなゲーム中だ。ランク潜ったりはしてないよ。みんなゲーム大好きなのね。ガンガンランクも潜るんだよ。これやばいね。フルパランクしながら打ち合わせ。話入ってこない。ボット打ちぐらいだったらギリ許されるでしょ。脳使ってないし。喋りながら会議で喋ってるってこと？うん。すごっ。どっちかしかできないやん。どっちかしかやらないんじゃないかな、普通の人は。そう、どっちかしかやらない方がいい。そっか。なんか俺悪い。確かに。悪い触ってる今。いいよ、取らせないことは確かに。できればいいんですけどね、両方ね。できたからやってるだけですよね。そうですよね、そうですよね。いいようですね。いやいやいや。じゃあ次言おう。バラン途中ですけどって。悪くないなら。すっげえ大事な会議とか余裕でそんな感じだから、ね。いや、すっごい大事な会議ぐらいはさ、会議だけでよくないですか？なんか会議ってさ、出たことある人わかると思うけど、うん、なんか大事な会話と大事じゃない会話結構明確じゃない？あ、中身がね、会話があるってことですか？中身がねえ会話なんていう言い方はしてない僕は。なんつうんだろうな、その、まあ、定期的な会議とってこと？でなんか、あ、これはもうこれはもうちょっと今がっつりご集中する時だって時と、なんか確認とか例えば。ああ、もう分かってることをなんか復唱される感じ？そう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 の時間ってあるじゃん、どうしても大きな会社相手とかだと。はいはいはい。
で改めましてまとめますとみたいな、あこの前の話ねみたいな感じですね。そうそうそう、ただいまの進捗はみたいな、はい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 、わかるよなみたいな。いや怖い怖い怖い、俺いないですこのフルパに、俺巻き込まないでくださいっていう時もあったりするよね。まあでも、まあ、そうそう、基本的にはもうちゃんと真面目にチェックしてますよね。はい、ちゃんとやってないとこんな大きくならないですもんね。はい、もう真面目にやってきたんですよって話ですから。本当に時間半分ぐらいになるよなみたいなことは結構あるよね。ありますよね。でもリアルになるさ、ある。いやもうこれ半分でいいよなこの感じ、そんなゆっくり進めなくてもいいでしょみたいな。うん、あるよね。まあでもそれが大人なんですよ。ふぅ、バイバイバイ。危なかった。後が真似ないのは、うん、後にこの話ちょっとリアルすぎて怖いわ。蹴落とされる、蹴落とされる。難しいよな。 AK 君とか何歳？まだ10代でしょ。え、そうなんですか。年齢後悔なんですよ。あ、そうなんだ。後悔なんですよ。そうなんだ。10代だと思って勝手にゲーム上手い人は若そう。残ってるってことだよ。12歳かもしれないってことですよね。そうだね。12歳だから ALGS 出れてないのかもしれないけどね。うん、ワンチャン俺の親戚の子供疑惑もありますからね、全然まだ。いや、ゼロっすね。ゼロではある。まず、小学生プロゲーマーとかいるもんな。ありえない話ではないよな。だって、うちの一番若く入った子とか13歳ですから。やば、フォートナイトでね。大人若い人もですよね。若い人が強いですもんね。そうなんだ。どこだ？近い。後ろ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 。あ、入ってる。いや、あ、ごめん。待って。あ、ピンを起こしました。うえ。うわ、起こさなきゃよかった。ひどいひどい。どうする？嘘嘘嘘。そうだった、俺死体の表示最近消したせいで死体が映んないんだ。